布陣から察するに。任せ。敵の狙いは中央の砦で見て。ってことは仲間にすべき者らは砦のうちにおるということじゃ。急ぎ助けに行くぞ。押されているだと。刑事、噂の派手で強えやってな。やっぱてめえか。ほほ、お地獄かい。こんなとこで会うなど奇遇だね。来てるとは思ってたが、こんなとこにいたのか。たく、相変わらずのはぐれ雲だな。おお、空飛ぶ獅子なのじゃ。かっこよいの。かわいらしいの。ぶったまげたぜ、こりゃ。怪物が味方についてるって、本当だったんだな。ここにはいろんな仲間がいるんだな。俺みたいなはぐれ雲の家族扱いさ。おい刑事、そっちは大丈夫か。って、なんだおめえら。刑事の友達か。俺は前田利家、刑事と同じ前田家のもんだ。こいつが世話になってるってな。礼を言うぜ。わらわも刑事の仲間じゃ。共に戦ったゆえ立ちと言ってもいいかの。ついてきな。しょしょ。助力戦。私は祝勇。仲間が増えてくれて助かるよ。ご覧の通り、まだまだ敵がいるからね。わしは大王を猛かく。おめえら手を貸したね。あいつらいきなり襲ってきやがったんだ。どうしたね。だしゃあ、砦の周りの敵は片付いたな。あとは敵の親玉叩いて出てってもらうだけさ。あんた敵陣こじ開ける準備はできたかい。おうともよ。このでかいのならどんなもんでも一発よなあ。敵の本陣まではわしらが守ってやる。頼んだぜ、でかいの。あそこは毒沼だからな。東から回り込むんだ。私らは慣れてるから平気だけど、あんたたちは気をつけな。わしらは敵の親玉を踏み潰してくる。その間ここはこいつらに守ってもらうぜ。わしは大王。砦を怪物に任せちまうのかよ。そうともよ。あいつらはわしの家族だからな。あいつらがこの辺に現れてからずっとわしらは一緒に戦ってきたんだ。空飛ぶ獅子らはかわゆいの。この子らと共にわらわも砦を守ろうぞ。よっしゃ、守りはお前さんたちに任せた。俺は気の赴くまま進ませてもらおうか。あんたら戦人はいねえのか。こんなんじゃ肩慣らしにもなりゃしねえ。増援行、増援行。奴は危険だ。さすがは刑事だ。あいつが暴れてるってだけでこっちの敵もどんどん向こうに行っちまう。騒がしい奴がいるようだな。とっとと数で黙らせろ。見てろ。貴様やっとどんな勝利のすってかい。にしてもこのなんだ、随分俺を買ってくれたもんだね。違ったわ。刑事が敵を引きつけてるおかげもあってあと少しだな。ああ、だよ。その刑事も限界じゃねえか。誰かあいつの様子を見に行ってくれ。承知した。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。やっぱ強えな。行けるとこまで行っちまえ。なんて元だ。こっちも熱くなってくるぜ。
追い詰めるためには手段を選ばない。ではまずい。囲まれてるみてえだ。このままじゃあんたの仲間がかね。熱いのはかすぐ助けに行くよ。敵将撃ち取ったよ。ほらあんたしっかりしな。かたじけない。これで大丈夫だな。ほらほら進むぞ。ソチがいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。怪物を連れてここに向かってきて、あの図体を使って何でも壊す気か。小ざっちの生き方潰してしまえ。ここまで来たってのに邪魔しやがって。ぶっ飛ばされてえのか。ここは俺たちに任せてくれ。門閣はこのまま敵本陣の門を頼む。こっちも派手にやったね。お城もやっぱり歌舞伎者だ。刑事、西で好き勝手暴れてたんじゃねえのかよ。おかげで助かった。ありがとよ。やっぱ強えな。行けるとこまで行っちまえ。がいてくれてよかった。いかな敵とて怖くないのじゃ。この世界でも暴れっぱなしかよ刑事。刑事、気持ちのいい暴れっぷりさね。ハレモレするよ。ほほ、ありがとよ。あんたに褒められるか。男冥利に尽きるね。この猛核暴れっぷりなら刑事に負けてね。見ててくれ母ちゃん。誰にも負けねえ。誰にも負けねえ。ついたぜ。おい、ぶっ壊してくれ。次は私たちが決める番だよ。よっしゃ、攻め込め。世界ずらしてる親玉をひねり潰してやれ。はっはっ、一件落着ってやつだな。猛閣、しくゆ、あんたらの神技見せてもらったなあ。俺たちの仲間に会ってくれねえか。年家の仲間か。いいぜ。よし、あいつらも。この子たち、野生が恋しくなったみたいだ。気をつけて帰りな。元気で暮らすんだよ。改めて皆にお願いするぞ。どうかわらわたちの仲間になってほしい。水くせえこと言うんじゃねえ。わしらはもう家族だ。おめえたちのことは全力で守ってやるぜ。そういうことさね。困ったことがあったらいつでも頼っておくれよ。おお、猛閣たちはどこまでもかっこいいのじゃ。まさに天下無敵の夫婦じゃのう。なあ、その家族ってやつにはこの天下御免の歌舞伎者も入ってるのかい。当たり前だろ。おめえはそうだな、わしの弟みてえなもんだ。俺が南中王の弟かい。それいい。お嬢、頼もしい親戚がまた増えちまったな。ケイジてめえ、
この状況を楽しみやがって。まあいい、みんな無事でみんな仲良くなれりゃ俺は別に文句はねえよ。こううまくいくと気持ちいいもんさね。